ダメ、もう始まっとるこれ。はい、潮田作家サブダネです。なんか意外に視聴者さんからあ中村君を映してほしいという声が多々寄せられたので、まあ中村マンスリー、中村ウィークじゃなくて中村マンスリーいやいや、月よ1ヶ月か、1ヶ月か、ダメ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 、そんなんじゃない、もう中村マンスリー、いや違います、たまたま僕の今そういう撮りやすいだけ、撮りやすい作業のタイミングが、中村さんやっぱいつも 何かしらやっとるけんさ、撮れるじゃないですか、何かしらやっとる、何かしらね取り出しとる裏から先乱れてる、中村さんトーク上手いっすよね、いやいや、皆さんこんにちは、お世話になります。俺はさ、その結構動画ではさ、中村くんすごいいじめとるように映ってるじゃんでもね、俺はね、その中村くんをね、みんなに知ってほしいんよ。こいつほんまいいやつなんよ、ただのただのほんまいいやつなんよただのいいやつただの真面目でいいやつなんよ、ほんまに、ただの真面目でいいやつでもそれがやっぱりそのね、動画見とったらさ、やっぱ俺みたいなさ、ヘラヘラする方がさ、取り上げられたりするわけじゃん。取り上げられた俺はね、中村くんのさ、このだからのみんなに知ってもらいたくて今回の動画を回しとって、まあ見ててください。確かにね、話長えなこのおっさんっていうところもあるけど、ちくちゃいいやつなんよ、俺がおらんところで言うやつあんま本人に直で言わんねんいやでもね、その俺さ、 LINE とかさ、メッセージすごい短文じゃん。ああ、そう、で短白、まあ、短白、うん、で返すけさ、よく伝わらんこといいけどさ、中村くんすげえ事細かく LINE で返してくれるけど、お客さんからね、ほんま中村くん分かりやすいやみたいな声がね、多々寄せられたんよ、俺にはこっちに行くんですよ大体そういうもんでけ、ああそうっす、うん、大体そういうもんでけ、ですごい寄せられとって、でもそれって LINE した人しか分からんじゃん、 YouTube の画面越しで分からんじゃん、てけ、皆さん本当になんか応援のコメントでもいいんで LINE で送ってほしい中村くんにいや、いつも皆さんに支えられております、ありがとうございますまあ確かにそのね、はい、バイク屋的にはさ、あんまおらんじゃん、こういうキャラ、うん、いないっすかね、いや分からん、なんか俺のイメージバイク屋さんってなんかちょっとツンケンするなみたいな、あー、まあちょっと見た目はね、こう見た目はあんまそっちそっちよりそっちよりかもしれない、ね、話したらすげえフランクじゃん、なんかまあ、それをね、やっぱり画面越しだって ね、 ね、自分で俺フランクなんですとか、人当たりいいですとか言わんじゃん。たまにで、いつもいじめられとるけさ、俺に、なんか宣言してる。この人いじめられてんだみたいな。大丈夫です。元気に、毎日楽しく過ごしてます。結構言われるけんね、俺もその中村くんのご両親の方とかにさ。ご両親にご両親から来たもん、それ。うん、うちの中村大丈夫ですかねみたいな、書いて LINE しときます、家族 LINE に、僕は大丈夫だ心配しなくていいよって言ってます、ね、知人の方からも結構言われるけどさ、中村、うちの中村くん大丈夫かねみたいな、大丈夫です、あ、僕はビシバシいじめてるんでって言ってます、強気で、はい、あ、いじめてますと、はい、大丈夫です、楽しくやってますよ、社長に可愛がっていただいてます、で、そのこのガンツよね、やっぱ俺らの真骨頂、ガンツガンツで、新しいシャツが取れてけ、中村くんに、おい、ちょっと取ってけよ、みたいなそうですね、ちゃんとやってけよ、みたいな、俺もう帰るけ、昼から今日、そうです、皆さん、メカニックお二人ともちょっとご予定があるんで、お昼上がりなんですけど、ちゃんとやってけよ、中村さんは僕はもう全然受付なんで、ここに、ま、残ります残って、店を守ります、いやでもほんまにね、なんかね、俺もね、わりかしね、なんかこう、ちゃんと説明するタイプだと思っとったんよでもどうしても、なんか YouTube をとか最初の頃の動画ってやっぱこう、視聴者さんのなんか見やすいように使っとったんけど、最近なんかね、ちょっと難しい言葉を使うようになったけどさ、俺、なんかこう、ワンアップしたみたいな、あワンアップしたワンアップしたっすね、やっぱり中村くんはさ、あんまりその業界のこと知らんけんさ、やっぱ視聴者側の、なんていうかな、
立場になってさ、なんかね、LINE ができるけどさ、俺はそれは全然いいかなと思うんだけどね。まだワンアップできてないですよ、僕じゃ。こことの差は大きいけど。ワンアップ、向こうのずっと竹原ピストル流れてるんですよ。僕は全然ちょっとまだワンアップできてないかもしれないです。そう、ワンアップせん方がいい場合は、俺はいいかなと思う。なんか無理に。でも、こことの会話はワンアップしてほしいよ。あー、なるほど。うん。むず、むじ。で、どんな感じ写真？いや。いい感じというか、俺ちょっと行くよ、ほんとに。そうですね、どうぞ怒られるけ。ご紹介に預かりました、中村です。え、違う、ひろさん。先ほどちょっと話もあった新しい商品のシャツの紹介を、気になる方はここからご覧になられてください。今回作りましたのはワークシャツです。おお、初です。ほぼ初 か結構要望はお客さんよりかはスタッフからだったんですよ。浩二さんとか、うん、岡本さん、はいはいはい、工場長青木さんっていうところから、うん、ワークする人たちから、うん、ワークシャツなんか欲しいみたいな、うんうん、でいろいろボディメーカー見よったんですけど、いいのなくて、うん、あ、まあちょっともう、あの一から作るほどの、あのまだ見込めないので、うんうんうん、残念ですって話をしとったんですけど、そしたらなんかとあるルートから皆さんも聞いたことある、あるいはお客様でも持ってらっしゃる方、うちに来てくださるのでいらっしゃるんですけど、うん、ブルコさん、あのブルコです。バイク系とか、うん、あっち系の洋服結構メインに扱ってるところのボディを使わせていただけるっていう話をいただきまして、おーおーっすよ、ほんまに。おまけに、まあ、あの今回挑戦でもあるので、我々からしたら、ああ使わせてくれるんですね、でもそんな大枚数作れないんですみたいな、うん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 、全然いいっすよみたいなところが、マジ？そうです。で、いただきまして、で、2、3ヶ月ぐらい前からちょこちょこ指導してってものが、あの話が出てからですね、うん、ようやく形になってブルコさんのボディを使わせていただくことができました。おー、これすごいいいっす。あの形とかはやっぱり、あのアイファッションをメインとして使っ、あのファッション目線ですよね、うん、が強いところなんで、やっぱりボディメーカーにはない絶妙な身幅と着丈感で、やっぱりちょっとアメリカンな雰囲気というか、身幅があって着丈はちょっと長め、でも肩幅は日本人寄りのちょっと狭めなんですよ。収まりはめちゃめちゃいいです。いいとこ取りじゃないですか。いいとこ取りです。で、こういうね、赤耳ブルコさんのロゴが入ってます。おお、そうです。と猫目ボタン、こういうのね、結構ワークシャツ好きな人とか気にするんですけど、この猫の目、これすごいんですか。これヴィンテージ系とかアメカジ系で本当に何十年代を意識してますみたいなメーカーさんとかは、まあ、まず結構ボタン、こここだわる方多いです。へえ、古着とかでよく出てくる、あのワークシャツとかも猫目ボタン、昔のものが多いです。そうなんですね。そこにもね、ブルコって彫ってあるんですよ。そうです、彫ってあるとか、ね、多分こう加工で、すげえ、ボタンにはきちんとこだわってる。こだわってます。一応コラボっていう形ではなくて、ボディを使わせていただけるっていうところで、うん、まあそれに合わせてね、なんかプリントして終わるじゃ、うん、ワークシャツ感ってないじゃないですか。ないっすね。でもかといってやりすぎたらシンプルに使えないものとかもあったりするんで、今回ワッペンオリジナルで作りました。これまたやっとるっすね。すごい、あのいい仕上がりです。高級感もありますし、立体感もすごいです。うん、1個前に発売したヴィンテージポスター T シャツ、うんうん、あれを組み合わせて。なるほどね。そうです。でブルコさんのボディもここに刺繍で、あるんです。工具のクロスした、なんでかなり親和性のいい、めっちゃいいじゃん。そうなんですよ。あのワッペンだったので、もう豪華に2枚貼り付けて、でこれきちんともちろん縫い合わせてます。熱圧着の後に絶対取れんじゃないですか。絶対取れます。硬い絆です。めっちゃいい。で我々のタグ、ここにつけてます。これいつもあの首元にある、ね、そうです、折りタグですね、刺繍タグ、ここにあると、あえて、まあ、なので来たら見えますちゃんと。おー、可愛いですよね。いいね。でカラー展開、黒のみです。もう展開してないじゃん。王道っす。カラー展開じゃないです。カラーは黒です。王道の黒のみ、うん、まあイメージはね、黒っていうよりかはなんか墨黒っぽくなったんです、うんうんうん、結局なん、素材の関係だと思います。これ、素材がコットンポリなんですよ。
コットンポリって薄くなるんですか？若干多分ポリエステルとかはコットンに比べて染色率、まあその染め方にもよると思うんですけど、うん、多分いいことにならないのか、ちょっとシャリ感みたいなのが出るんで、うんうんうん、こうあのガンツの黒と比べるとガンツの黒ちょっとグレーっぽい、まあでもほぼ黒ですね、染み黒いいじゃん。でこうポリの多分確かポリの方が多いんですよ、配合率が。なんでシワになりにくいです。めっちゃいいやん。 60% ぐらい入ってますね。 69% とかかな。ワークシャツって何が多いんですか？じゃあ大体割合的に。あーでもコットン100からコットンポリだと思いますよ、基本的には。本格的なワークシャツとかになってくると、うん、多分燃えにくい素材じゃないといけないんで。ああなるほどね。そうですそうです。ポリエステルが半分入っとかないと、でも吸湿性もやっぱいるんで、うんうんうん、コットンはある程度入っとかないとっていうところだとは。あそういうことか。でサイズ展開ももう L と XL のみです。おお、これ実はちょっとあれがあるんですよ、狙いじゃないですけど、もともとワークシャツって従業員用のシャツなんで、うん、いちいちサイズ展開広めないんですよ。うんうんうん、誰がでもよくあるじゃないですか、セブンイレブンの店員さんとかでも体ちっちゃいけど大きいの着てるみたいな。ああはいはいはい、そうあのノリなんで、もう我々もなんかファッションに寄せすぎてもっていうところの感じのコンセプト、ブレちゃもったいないんで、うんうん、LXL のみ。なるほどね。超少量です。超少量、うん、まあ、少ないです。作ってる。マジっすか。そうです。で、透け感もあるんで、もうタンクトップに1枚これです。タンクトップ。タンクトップ、なんか開けてもいいですし、閉じて着てもいいです。タンクトップってどこで買ったらいいんですか。もうボディメーカーだったらどこでもいいですから、ね。お手頃なのはやっぱユニクロ強いですよね。コットン100でリブタンクトップなんですよ。へえ。そうそうそう。あとはなんか今ファッション業界やったらプロクラブとか、うん、ヘインズのパックとかあっち系も多いですけど、まあユニクロ割とねあのしっかりしてたんでありだと思います。もうじゃあそれ着てなんかもうこれどんどん黒でも白でもいいです。タンクトップはシャツボタン開けちゃってバイク乗ったらもう激モテサマーっすね。サマーっすよ。それ、ね、オープンカラーなんですよね、襟の形が。それどう動画違うんですか？解禁した時、第一ボタン上げた時に綺麗に開くです。へ、うん、そうです。止めてもいいんですけど、ちょっと止めると真面目感出ちゃうんで。あーは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 ー。そうです。開いた解禁です。で一番上はスナップになってます。おしゃれ。おしゃれですよね。アクセントになります。すげえな。結構やっぱあの結構っていうかボディメーカーとは全然違うっすね。うん違う。違うっすね。やっぱクオリティ全然。すごいですね。すごいですね。なんかね微妙にこのなスリットの感じとかもねかちゃんと重なっとったりとか、なんか細かいところにねブルコさんのこだわりが詰まっとんですよ。確かに肩幅に対して身幅が大きいのもいいですよね。確かに肩幅大きい人多いんでね。まあそうそう、ね、特大がおるみたいな。そうそうそう、肩幅で 4XL みたいな人多いんで、ね、ちなみにうちのメカニック2人は、うん、あの今回はあの先ほど最初に伝えた欲しいという要望があったって、うんうん、あの市販されないカラーと。何それ。そうなんですよ、ヒロさん。ずるくない？ずるです。あのどっかのカメラに映るかもしれないですけど普通にない色着たんですで1枚しか使ってないですよ、うんうんうん、雰囲気を確かめて。もうまあ今回は豪華のもうね、作ってみたらめちゃめちゃいいっす。めちゃいいっすね。調子いいですしね。シャツ普段着いいんすけどこれめっちゃいいなと思った。太いパンツがやっぱねバランスいいっす。あちょっともうあの向こう系海外っぽい感じでワーク系とかデニム太デニムに合わせたらめちゃめちゃ調子いいと思います。気になる方はほんとぜひ購入してみられてください。価格は1万1000円です。これ動画上がった時にはもう多分もう、ね、そうですね、あの用意ドンとかももうないので僕が商品ページ作ったカチッてと思われます。それ次第かなんであの楽しみにしておいていただければと思います。絶対後悔しない、うん、間違いないです。もう間違いないです。でこのワッペンに関してね今後ちょっと展開を増やしていくというか、うん、いろんな使い道で使っていけたらなと思います。めっちゃいいじゃん。いやめちゃくちゃいいです。俺テンション上がるっすやっぱ今まで T シャツとかが多かった中で、うんうんシャツって結構勝負するじゃないですか。勝負ですね。着ない人ほんと着ないですし、うん、そういう人にもかなりハードル下がって着れる、うん、だいぶなんかファッションって感じで。そうそうそう、着やすそう。着やすそうですよね、うん、まあ我々日和って黒いしの日和ってね日和に日和って黒のみです。はい、なので
今33度広島で、うん、ちょっとね猛暑ですけど、また明日から明後日ぐらい、来週から梅雨が明けて、まあ、梅雨が明けたらもうこの気温がデフォになってくると思うんですよ。いやだ。でもそうなった時に暑いですけど、やっぱバイクなんて格好つけたいじゃないですか、うん、女性も男性も格好つけたい、格好つけようぜっていいね。なのであの楽しみにしておいていただければ、みんなで格好つけていきましょう。ここって詰まるよね、いつもね、締め切らんね、締め切らんですね。こうがうってなる、こう匂う人もおらん、おらん、おらん今後とも仲良くしてください。よろしくお願いします。